岡野喜太郎から1965年6月6日は、駿河国寸島郡青野村出身の銀行家、静岡県多額納税者、駿河銀行創設者、沼津市名誉市民、静岡県屈指の実業家であった、駿河国寸島郡青野村に、名主の長男として生まれた、岡野野平太の長男、1879年に修正者に入学、 1885年には静岡県立豆用中学校に入学したが、故郷は1884年9月の暴風による基金にあえいでおり、結局市販化を中退して、故郷で農業に専念した。1887年に静岡県で貯蓄組合共同社を設立。1895年に根方銀行を創立して、頭取となった。 根方銀行は1896年に寸当実業銀行、1912年に駿河銀行と解消している。1938年には富士市の大昭和製市の取締役にも就任。岡野は1957年まで62年間も駿河銀行の頭取りを務めた。この間に関東地震に伴って発生した根深川駅列車転落事故によって、 妻と娘を失い、後に、根深川駅近くに、関東大震災の犠牲者を悼む、五輪島を建立している。1960年には、沼津市初の名誉市民に選ばれている。1962年には、沼津市に4000万円を寄贈し、沼津市は銀行名を冠した沼津市立駿河図書館を建設した。1963年に、駿河小学会を設立。 高等学校進学希望者の学士の一部を給付し、人材育成に貢献している。1964年には、君三等随法賞を授与された。1965年6月6日に101歳で、死去し、死去に際して、14位に除せられている。1990年には、駿河銀行が、駿河銀行に解消されている。1883年、家督を相続した。 宗教は、日蓮宗。住所は、静岡県寸東郡阿舌神村、沼津市白銀町。下田市の静岡県立下田高等学校と、伊豆の国市の静岡県立二ら山高等学校には、岡野の石踏みがある。沼津市の青野公園には、岡野の石像があり、欲を離れるのが長寿の秘訣であるという意味の言葉が刻まれている。ありがとうございます。